はい、おまけの夜です。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きなら好きと言っていいチャンネルでございますので、知識のあるなしに上下つけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ということで、チェンソーマン5話レビュー。ついにチェンソーマンね、5話まで行きましたね。もうすぐで折り返しということで、皆さんどうだったでしょうか。もうね、ここまでね、5話までね、見てる方もみんなね、チェンソーマン楽しみで大好きで見てる人がね、ほとんどだと思いますね。今週ね、エロかったですね。もうエロでもう持ちきりですね。前回ね、次はマキマさんの胸揉むとこまで見れるよみたいな話しましたけども、まずね、珍しいよね。1話の中に2人揉むっていうのもなかなか珍しいですよね。そんなアニメあんまなさそうだなと思いましたけども、もうパーちゃんのね、グワーっていったところとかもアニメーターの人揉む練習したでしょ一回みたいなね、研究したでしょ揉む練習ぐらい、なんか生々しくて、なんだろうね、もうほんと男の人が女の人にがっついてる感じがもうすごいリアルだなと思って、もうすごい不思議な気持ちになりましたし、やっぱりね、トイレのね、後ろの蛇口のとこがポタッつってね、いや我慢汁出てるじゃんっていう出てるよねみたいな感じの、描写でね、いやすごかったね。でマキマさんのとこなんかね、もうなんか前戯大事だよねみたいなさ感じでやって、もうそのね、指噛むとことか妙にエロくて、もう前回もそのエロいところで乗ってるなって話しましたけれども、明らかにね、そのエロパートの作画クオリティが他のところよりも今回如実にレベル高かったなっていうか、明らかに挙動のクオリティがそのエロパートやたら高いっていうね、あーここに力入れてるなっていう感じがめちゃくちゃしましたしね。もうマキマさんなんて、マキマさんのパートでこんだけエロくなっちゃうと、これもうこの後の姫野とのあの下りとかになってきたらもうやっちゃうんじゃないみたいな、なんかもうやるとこまで行くみたいな、まあ、やんないと思いますけれども、もうそれぐらいね、すごい生々しくて、もうちょっと衝撃的な、1話でございました。また面白いのがね、さっきのあのトイレの蛇口のところもそうだけど、マキマさんのパートになった時にハンコがあって、ハサミがあって、ハンコのね、あの主肉のインクのやつが、こう円を描くように、こう描くようにクワーッつってなるところをね、で落ちてポトッと落ちるんだけども、あれは多分虚勢でしょうね。まああのマキマさんが今後のね、まあ、シーズンまでどこまで行くか分かんないけれども、明らかにまあこの原作の、ね、展開考えてきた時に、あ切られたなっていうね、あチンコ切ったなっていう感じのね、まあちょっと虚勢的なメタファーを感じさせるような、まあそういう絵なんだろうなっていう気はします。まあこういうこと言うとね、童貞の妄想っぽく感じるかもしれませんけれども、まああの蛇口のポタリしかり、まあわざと入れてますよこれは。だってその主肉なの弧を描いて落ちるところも原作にはないですから、そんなシーンね、明らかにそういうね、イメージ的なメタファーを差し込んでるなというふうに思いましたね。まあつまりあそこのシーンでデンジ君はもう虚勢されているっていうことでしょうね。あとね、微妙な改変もあって面白かったですね。あの銃の悪魔の説明をするところで、あの13年前っていうその1行だけ抜かれてたんですよね。13年前っていう設定だけ抜かれてました。これはちょっとすいません、僕も原作ねめちゃくちゃ読み込んでるわけではないので、もしかしてその13年前っていうのを残すと何か齟齬があるのか、多分何か良くないことがあるんで、あえて13年前っていう設定を今回隠してるんだろうなっていうふうには思ったんですけど、まあそこら辺もしかして詳しい人がいたら、ね、何か説明してもらえるかもしれませんけども、よかったらねコメント残してください。パワーちゃんのさ、おっぱいもみもみみたいなのがあって、こんなもんかとか言った後にね、はっはっはっみたいな、もう やばい状態やばい状態のデンジ君がそのまま朝まではっはっはっ、そこまで原作の感じだともうちょいすっとんきょうな感じなんだけども、もうやばい感じで、でご飯粒があってね、であそこも原作だとセリフがなくって、絵の雰囲気だけでこうやっていく感じなんだけど、今回みたいにアニメーションの中でちゃんとセリフが あると、あこういう雰囲気になるんだと思って、そこもすごくね味わい深くて面白かったですね。でそこでパワーちゃんがね、なんかあーとか言ってなんか取って、あのね飯を取ろうとして味噌汁がバシャッとこぼれるあそこのシーンとかも、なんかもう俺もやっぱデンジ君なんかやっぱやってることがアンモラルじゃないですか。要はご褒美でおっぱいも揉ませてあげるよっていうのは、まあ、童貞の夢だけど、でもなんかその本当にやっちゃうんだっていうか、なんていうかね、なんかやっぱりその
この後に牧間さんがね、やっぱりエッチなことは気持ちが通じ合ってる方が気持ちいいんだよみたいなね、まあそれもすごい童貞っぽいなんか話じゃ話なんだけど、その前にやっぱりその何かのご褒美で、まあ、愛のない人とのおっぱい揉ませてもらえるみたいな、あ、こんなもんかってなっちゃうデンジ君と、それに対するねパワーちゃんの、あの、当たり前に日常をこう繰り返す感じのなんか妙な背徳感っていうか、なんかパワーちゃんが何にも気にしてない分、よりなんかなんだろう、もう不思議だね、日常続く感じが妙な背徳感ありましたね。なんか壊れちゃいそうで、でも全然壊れない関係だから、不思議なね、変な気持ちになるような、だからここはね、俺は原作よりもやっぱり、うん、このアニメーションの、あとセリフの入る感じが、雰囲気がある、そういういい部分が出てる感じしますね。うん、で、あのバトルじゃーって言ってるねパワーちゃんとかも、あの面白かったし、なんかちょっと乗ってきてるっていうか、アニメ版のチェーンソーマンはこうなんだみたいな雰囲気が、まあより際立ってきてる感じがしますね。で、まああとね、やっぱアキちゃんの、アキのね、やっぱ結構シリアスでね、ダークな、過去の回想シーンがあって、で、あそこの銃の悪魔が入ってくるところの、まあ漫画だと結構ショッキングなね、何人何人死亡、何々死亡、何々死亡って出てくるところがあって、まあもちろんこれは後々後半でもっとすごいことになってくっていうところがあるんだけども、今回のアニメの中ではそういった描写はセリフでも、画面のね演出でもなかったので、ああ、ここは、あ、省くんだ。ああ、なるほどなとは思いました。結構ね、その描写が、すごい面白いところでもあるし、すごくきついところでもあるんですよね。あの、見てて、なんかこれ、面白いし、すごいなって思うけど、なんか心痛いな、みたいな、ギリギリ、際どい演出だったりするんですよ、原作の方も。だから、そこの部分省いてるのは、まあ、ありかなっていう気はします。なんか、ここは作者の、がどういう意図で、やってるのかな、監督がどういう意図でここ省いてるのかなって考えると、それで表現できるんだったらありかなっていうふうには思いました。まああとね、やっぱ原作の持ち味であるっていうか、この藤本辰樹さんっていう人が、まあ、どうやって人が死ぬと、あの苦しいのかっていうのをよく分かってる、どうやって命を落とすと人間は気持ちが悪くてかっこ面白いのかっていうのを、まあ、よく分かれてるなって思うので、他の作品とかでもね、今やってるチェーンソーマンでもそうですけれども、だから今回のね、この秋の弟がね、死んじゃうシーンとかはね、もうきつくて嫌なシーンですよね。故に、かっこ面白いっていうか、チェーンソーマンっていうか、この藤本辰樹さんの、なんか鋭い持ち味みたいなシーンでもあるし、あとね、その死ぬところだけじゃなくって、デンジ君のね、ずっと追いかけていたもんをやっと掴んだんですと。でもいざ掴んでみると、そんなもんは俺が思ってたより大したことがなくて、もしかしたらこれから俺がまた何か違うもんを追いかけて掴んだ時も、追っかけてた頃の方が幸せだったって思うんじゃねえのかって、そんなのクソじゃないですかっていうところがあるんですけど、ここはね、これもやっぱ藤本辰樹さんの他の作品の感じとかも踏まえても、意外とね、この思いがあるんだなっていう、その何かやっぱ夢追っかけるっていうことと、何かそれを達成した時の虚無感っていうか、なんか実はそれ追っかけてる時楽しかったんじゃないかっていう、でそれってなんか、なんかすごくちょっと虚無的な気持ちになるようなね、なんかその良くもありでも虚しさも感じてしまうような感じっていうのが、まあこの作者のね結構感じるところでもあるので、ここはね、この1話っていうのは実はすごくテーマ的にも重要な1話だったなというふうに思いました。で今回5話が終わって次6話になるんですけども、ここでね多分重要な話っていうか、まあ気合いの入った1話になると思うので、ここでまあ多分まあ姫野と秋とかの感じとか、またあとキモいね、悪魔とかがいっぱい出てくる感じプラス、まあデンジ君がね、そのチェーンソーマンっていうのがどうやら重要っぽいみたいな話にこう展開していくと思うので、6話はねまた、ここで盛り上がる1話になると思うんですね。だから3話の後に4、5と結構日常パートみたいなのが続いて、まあ、ここがマッパさんのチェーンソーマン版ではかなり魅力が発揮された2話だったなというふうに思いましたので、次また盛り上がって6話行ってで、また7、8とね、どうなっていくのかなって考えるとちょっと面白いですね。はい、まあもう次でもうちょうど半分行きますので、ね、また楽しみに来週待ちたいと思います。以上です。面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。さよなら。